こんばんは、リバークアです。これはなんだかわかりますかね。正解、砂です。今回は屋内で部屋を汚すことなく洗った砂を乾かす方法をご紹介したいと思います。水槽の砂だけじゃなくて、子供用の砂遊び用の砂とかでも応用できると思います。今吸ってるのは前回南沼エビ水槽で使っていたボトムサンドという砂です。洗いたてだとこんなにウェッティー、このまましまってしまうとカビとか生えてしまうので、ちゃんと乾かしたいと思います。砂を乾かす方法で思い浮かぶのは、新聞紙などの吸水性のあるものに広げて天日干しをするのが一般的だと思います。ただ夏場はそれでもいけるんですけど、冬場とか雪の降る地域とかは外で乾かすことができません。なので屋内で乾かすことになると思うんですけど、さすがに部屋の中に砂を広げておくのは邪魔ですし、小さい子供とかいたら多分遊んじゃうと思うので、そんないたずらっ子対策のためにもバケツなどの容器に入れて乾かす方法をご紹介します。前置き長いっすね、いつもながら。砂の量は多くても少なくてもやることは変わりません。使うのはこの扇風機、今回は卓上の扇風機ですね。もちろん部屋で使う大きい扇風機でもサーキュレーターでも構わないんですけど、このちっちゃいのが僕的には使いやすいです。これのいいところは乾電池でも駆動するところですね。そして USB からも給電することができます。この扇風機は水槽のクーラーとしても使えるので、こんなねファンも大きいので一つ持っとくと便利かもしれません。じゃあ実際に乾かしていきたいと思います。砂は洗って水をできる限り切っています。ちょうどこの100均のプラケースとこの扇風機はサイズがぴったりでした。どのくらいで乾くかというと、なんと10分。そんなわけはなくって、はい、今これちょうど1時間ぐらい経った状態です。一旦止めますね。裏になぜか時計が用意されたっていう、最初からつけとけばよかったですね。砂の状態はというと、どうでしょう、もう見た目からまだまだウェッティですね。はい、まだ湿ってます。もうちょっとやっていきましょう。はい、今だいたい2時間経ったところですね。止めます。もうなんか砂が白っぽいですよね。あー、まだちょっと表面だけですねだけですねじゃない、だけですね。うん、まだちょっと湿ってますね。あ、でもだいぶ白いところは白いですね。風の当たってるところ、あ、こことか、多分これ砂をもっとかき混ぜたら乾きやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっと耕していきます。これ何でもいいですね。割り箸とかでやった方がやりやすいかもしれないですけど、砂の量が多いときはちょっと大変かもしれないですね。はい、引き続き乾かしていきたいと思います。ただですね、結構夜も遅いので僕はもう眠いです。なのでこのままつけっぱなしで一晩超えまして、次の日に確認したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。一晩経ちました。さすがに乾電池じゃバッテリー持ちがあれだったので USB で給電してました。で、今午前の10時15分前日の夜8時15分頃スタートしたので14時間経ちました。おっと、ドライじゃないですかこれ。あ、かなりサラサラ。もうこれ遊び市の砂が南国の砂に生まれ変わりましたね。サラサラ、うん、かなりいいんじゃないでしょうか。約14時間で完全に湿ってた砂が乾きました。やっぱり風っていうのは水分を飛ばすのにはかなり有効な方法かと思います。季節とか住んでる環境とかで外で乾かすことができないっていう人は、こうやってバケツなどに入れて風を当てることで砂を乾かすことが可能です。せっかく買った砂なので再利用できるように完全に乾かして保存しておきたいと思います。あ、まだちょっと湿ってる。
ちょっとこれは見なかったことにして、ぜひ洗った砂を乾かしたいっていう人はお試しください。ご視聴ありがとうございました。それではまた。